吉祥天は仏教の守護神である天部の一つ。元ヒンドゥー教の女神であるラクシュミーが仏教に取り入れられたもの。駆徳天、宝蔵天女とも言う。ヒンドゥー教ではィシュヌ人の日とされ、また愛心カーマの母とされる。仏教においては父は徳坂、母は岸も神であり、夫をビシャモン,ンとする。妹に国安店がいる。 微写門店の脇地として全アブラシ同と共に祀られることもある。早くより大釈店や大事在店などと共に仏教に取り入れられた。後には一般に弁災店と混同されることが多くなった。北方、微写門店の居所を住所とする。福屋の密教教典、大吉祥天女十二計百八名無向大乗行では未来には成仏して、 吉祥間に宝送に如来になると説かれる。吉祥とは、繁栄、幸運を意味し、幸福、美、富を表す神とされる。また、美女の代名詞として、尊敬を集め、金光明業から善果に対する謝罪の念や、五国法上でも崇拝されている。天が大部在天者の創建に関わった、天武天皇は、天賀の上空での天女イコール吉祥天の舞を、吉祥の印と捉え、 縁の行者と共に、伊勢神宮内宮に祀られる女神、天寺須座子大海か荒見玉瀬織津姫を天の安価の日輪部材店として祀った。この時、吉祥天が五回振り袖を振ったのが五節の舞として、現在に至るまで宮中の刑事の土にも用されている。日本においては神社でも信仰の対象としているところもある。 また、埼玉県久喜市など、七福神に、吉祥天を加え八福神として信仰している、地域もある。吉祥院天馬宮の吉祥院に、菅原清志行、菅原忠自然行、伝行大師、講師と共に祀られる。菅原道真公の要名の一つは、吉祥丸であった。道真の祖父、清忠の検討司令玄丹以降菅原家は代々、 吉祥天神皇になったという。また、道真の性質、島田仙代子と集合したとされる。ありがとうございます。